あの「週刊文春」と「週刊新潮」のスクープ記事がいろいろな、えー、話題になっているんですけどでそれについていろんなことを言われる方がいるんですが、あのーまえー、少し前に、えー、お話ししましたけど僕新谷学さん「えー、週刊文春の編集」の元編集長ですね「で文春フォンド」っていう、えー、何ですか言葉を世の中には行らせた。 えー、その新谷さんと、まあ、2年続けて、えー、お茶の水の和テラスってとこで対談させていただいたんですけど、まあ、その時新谷さんがそのファクトってことをずっと言っててまあこれはだからいろんな議論があると思うんですよ。その両週刊誌はじめいろんな週刊誌が必ずしもそのファクトを書いてないっていう評価もあるだろうし、えー、人によってはそのね造とかでっち上げだっていう人もいらっしゃるでしょうしただその。 量し、まあ、し、週刊誌は、まあ、彼らの編集部の、あの、認識の中で、えー、ファクトを書いてい,いると認識してるんだと思いますよ。だから、その、新谷さんがおっしゃってましたけども、えー、人間にはそういうところもあるんだということを、えー、書いていると。で、えー、それは人間に対する一つの、まあ、アプローチ。人間というものに対する一つのアプローチ。で、それに対して世間がどういう評価するかってことまでは、 あの両週刊誌は扱ってないともちろんその刑事などの、えー、まあある種のルールに抵触する場合は別ですよそうじゃなくて、えー、その性評というかその人に対するレピュテーションという意味においては、えー、それをどう受け止めるかっていうのは世間側の問題なので,でもちろんその。 そうは言ってもじゃあ、えー、両週刊誌が書いたらどういう風になるかって分かってるだろうっていううに言われるかもしれないけども、それを考えるのは我々の方なんで。ですから、あの、世間の問題なんじゃないですかね。日本の世間の問題だと思うんですよね。っていうのがまず一つなんですけど、もう一個はやっぱり、むしろ、その、日本の社会っていうかメディアの状況を見てますとですね、不思議なのは、 週刊文書にしろ、週刊新潮にしろ、ああいう記事を書いているということが不思議なんではなくて、他のメディアがそういう、なんか、スクープというか、調査報道というか、をしないということの方が七不思議なんだと思うんですけどね。僕が見てるアメリカとかイギリスのメディアのえ状況を見ていますと、まあ、ニューヨークタイムズなんかもそうですし、BBC なんかもそうですし、もっともっとスクープというか、そういう事実の、 報道をしているわけこのファクトってんだからまあさっきもちょっと留保しましたけど人によってはそれがファクトではないとか、えー、捏造だとかね、えー、ねじ曲げてるとか商業主義だっていうような言い方するかもしれませんがまあメディアっていうのはもちろん商業行為としてやってるわけで商業主義的なところもあるんでしょうしそれからその当事者しか知りないことってもあるだろうから、えー、エビデンスって言っても非常に何というのかなうん。 えー、リンゴが落ちるところを、えー、動画で撮りましたみたいなエビデンスではないでしょうだからそこでいろんな人がズレがあるとか熱があるみたいに感じることはあるかもしれないんだけどもでもいずれにせよそれぞれのその、えー、メディアの手続きによってデュープロセスによってまあ掴んだことを書かれる報じるっていうのはどこでもやってることでむしろだからあの 週刊文春、週刊新潮がやってることを他のメディアがやってないということの方が謎なんじゃないんでしょうか。で、なぜ、そ,そっちの方が僕はどっちかというと興味がある,あるというかな、なぜなのかな。あの、だから、あのー、おそらく、僕はよく見てるイギリスとかアメリカの感覚で言うと週刊文春とか週刊新潮みたいなニュースアウトレットっていうか、あのー、報じているところが、 20とか30とかあるっていう感じなんだと思うんですけどねだから文春とか身長がワンオフゼムでしかないっていう感じなんだと思うんですよね。日本だでなぜそうなってるのかっていのは僕にはうん分かりません誰か、うん、知ってる人があったら教えてくださいあのコメント欄でもいいですけどなんで他のメディアはそういう報道をしないのかってこれはだから。 あの政治家に対する報道でもそうですね。特にだから芸能人とかスポーツ選手とかそういう方への報道というよりは、政治家に関わる報道を、えー、新聞テレビがほとんどしない、発掘系のできてないっていうことの方がどっちかっていうと謎なんじゃないんでしょうか。日本のメディアの状況でいうと。それは新聞とかテレビのジャーナリズムのあり方の非常に 不思議なことかなと僕は思っています。ですから、週刊新潮、週刊文春、週刊新潮が突出しているメディア状況の方がむしろ謎で、そちらの方が説明されるべきことであって、文春新潮の両編集部の活動が特別だというような見方は、おそらくなんか違うんだろうなと僕は思います。 はいえー、と一応、そういう形で問題提起をさせていただきました。